マクレーンはどこにも故障がないにもかかわらず動こうとはしなかった。マクレーンはどうしちゃったんですか？おそらく自分にも欲望があったってのが相当ショックだったんだろう。その事実を否定するあまりに心を閉ざしちまってるようだな。どうすれば再始動する？ファイルを初期化すればおそらく。そんなことしたらマクレーンの記憶が消えちゃうじゃない。ボス大変だ。どうしたの？インティが動き出した。南米の邪悪神インティ、人間の欲望を解放することで幾多の文明を滅ぼしてきた。復活したインティが放つ光線は全ての人間を欲望の権化に変えてしまうのだ。これが人間の欲望さ。とにかくインティを止めなきゃ。レーザージェイデッカー、ジェイデッカー、フォー、うっ、ジェッ、グー、うわー、えっ、シュート。ダメだ、こちらの攻撃がまるで効かない。さすが石像だよね、装甲が硬い硬い。のんきなこと言ってんじゃねえ。こちら事件現場のダンプソン、目下のところ苦戦中です。マクレーンはまだ動けませんか？スーパービルド災害になれなくては勝ち目はありません。うん、こんな時のために開発した新必殺技タイガーファングなのに。退治ましょうか。マクレーンのメモリーユニットを全て取り外してください。うん、おいおい、そんなことしたらマクレーンの心と体はバラバラになって、奴は死んだも同然になっちまうぜ。方法はそれしかないと思うんです。お願いします、冴島総監。しかし それしかないようだな。よし、わかった、やってくれ。わかったよ、けどどうなっても俺は知らんぞ。私は死ぬのか。メモリーユニットが外されていくのはわかる。私は死ぬ。だがそれは単に私の思考する頭脳である超 AI が停止するだけのことだ。私の思考が停止すれば私の欲望も消去されるのだろうか。私はもうじき死ぬ。これで最後だ。何？私は死んだのではないのか。私はマクレーン、こいつ動きやがった。よかった、心配したぞ。申し訳ありません。とにかくユニットを戻して現場へ急行してくれ。しまった。よせドリルボーイ。何をする気だ。俺たちは仲間だぞ。わーい、サッカーサッカー、みんなでサッカーしよう。なんだ。罪のない欲望だぜ。もうドリルボーイったら。セイヤさん、マクレーン。ボス、心配かけてすみませんでした。マクレーン、やっと来てくれましたね。早速スーパービルドタイガーになって戦おうぜ。わーい、サッカーサッカー。おい、あれ、いつまで遊んでるんだ。ほら、みんなが待ってるぜ。はーい、よーし、スーパービルドタイガーに合体だ。フレイバーク、スーパービルドタイガー。うわ、待て！
したんだ、マクレーン。ダメだ、合体できない。合体したスーパービルドタイガーがもしも欲望を引き出されてしまったら、私の欲望がまた奴に利用されたら。そりゃそうだ。んなこと言ったって他に方法はねえだろ。私はマクレーン。見てマクレ、これが私の欲望。セイヤさん待ってください。セイヤさん、お腹すいた、お腹すいた。本当はダイエットなんかしたくないのよ。やめてください、セイヤさん。ねえマクレ、私綺麗？え、ねえ、綺麗？綺麗？綺麗って言ってくんなきゃやだ。はい、綺麗だと思います。ありがとう。大丈夫ですか、セイヤさん。ねえマクレン、さっきあなたが目覚めたのはなぜ？それはメモリーユニットをすべて抜かれそうになって。死にたくない、そう思ったからでしょ。生きるということは欲望そのものなのよ。私たち人間は欲望を捨てるわけにはいかないの。もっと生きたいと思う心だって欲望の一つだもの。そしてマクレーン、あなたも人間なのよ。人間なら誰にでも欲望はあるわ、私にも、あなたにも。だけど自分の欲望に悩むあなた好きよ。マクレン、無事だったか。セイヤさん、ごめんなさい、勝手なことしちゃって。みんな聞こえる？アヤコさん、インティを封印していた方法がやっとわかったわ。鏡よ、インティは合わせ鏡で封印されていたのよ。あの遺跡では水晶が鏡の代わりになっていたんだわ。鏡に封じ込めれば力は奪える。合わせ鏡か。そんなこと言ってもこんなところに鏡なんか。くそ、うわぁ、うわぁ、またマクレーンが。しっかりしろマクレーン、自分の欲望なんかに負けるな。合わせ鏡。うわぁ！今だボス、合体命令を。フレイバー！スーパービルドタイガー！スーパービルドタイガー！ジェデッカ、今がチャンスだ。あれを使うのか。超合体技、タイガーファング。タイガーファングとは、ジェイデッカーとスーパービルドタイガーを接続し、全エネルギーを一気に発射する超合体技である。エネルギー充填 120%、 タイガーファング発射。エネルギーエンプティだ。この必殺技はエネルギーを使いすぎる。ありがとうみんな、よく頑張ってくれたわ。いえ、お礼を言うのは我々の方だ。あなたのおかげで勝てたのだから。でもさマクレーン、インティの光線浴びたのにどうして欲望に取りつかれなかったの？いや、あの時の私は欲望の虜でした。え？インティを倒したいという欲望で心がいっぱいだったのです。
の泣いているの。あくびしただけさ。もしかしてママに叱られたの？Oh, no. 違うよ。街中ピカピカのお祭り騒ぎ、ジェットコースター、星が今夜集まるよ、水金地下も巨大になって現れた。早速ブレイブポリスが出動したんだけど、あまりの大きさに手も足も出ない。それにやっぱりパンダさんをいじめたりなんかできないよ。でもこのままじゃ街は大災害になっちゃう。一体どうしたらいいの？次回、勇者警察 J レッカー。